市民連合を警察が監視、共産党系団体と認定。上和さんによりますと、警察庁が公表している平成29年度版の治安の解雇と展望の中で、日本共産党の項目の、こちら、全国労働組合総連合の動向として、警察が市民連合を日本共産党系の団体、 全労連の団体として干渉していることが明らかになりました。こちら、野党共闘といって、今年に入ってからも、ああだこうだと騒ぎを起こしているようなんですけども、この市民連合は共産党であることが明らかになり、さらに警察が干渉していることもですね、明らかになりましたので、皆様、市民連合には、 可能な限り近づかないようにしていただき、また今後行われる選挙では、こういった市民連合が支援しているおかしな政党に絶対に投票しないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。